フジ藤前干潟に来るカモの仲間では結構ねオスとメスが一緒にいることが多いのであの小ガモの特徴っていうのはやっぱりあの体が小さいっていうこと以外にあの目のところですねあの頭茶色いんですけども目のところだけ緑色の線が通っているっていうのが、えー、結構目立ちますので。 あの光を見るとね結構キラッとあのこう目の光沢あの輝いてますんで、えー、遠目でもわかりやすすいいと思います、まあ、カモっていうとこうガーガーっていう感じの鳴き声をイメージしますけれどもあの、まあ、ガーガーって鳴く時もありますがあの基本的にはあの笛を吹いているようなピルピルみたいな感じの鳴き声をしているので結構ねあの体も小さくて可愛いですけど声も可愛いカモです。